通貨も物も何も持っていけないんですよ、死ぬあの世行く時って。一つ持っていけるもの何やと思う？今日は超元気って感じですね。じゃあ、はい、世界のニュースいかがでしょうか？世界のニュース、あんまり実は世界のニュースを今週見てなかったです。見るも見えんも、もう見るも見えんも。いやいや、でもあれですよ、もうジャニーズっていう会社がなくなりましたね。世界のニュースでも日本のニュースも同じですけど、ジャニーズって言葉がなくなりまして、社名変更で。うん、まあ社名変更っていうだけではあれですまんと思うよ、うん、まだまだですね、うん。だから、まあ、これね、世界な、もうその、なんていうかな、種明かし、誰がどう見たって種明かしが完全に見えるような状態になってきたってことですよ、もう完全にな。だから、もう本当、明らかな状態ですよ、もう我々、ゼレンスキーなんて、あれ、5人ぐらいおるよ、あれ、多分俺の頭の中で3人ぐらいかな思ったけど、5、6人おるな、どうも。で、バイデンも多分4人か5人おるな、あれ見てたら、やっぱり。そういうその種明かしだから、ハリスもそうやし、まあプーチンも実は3人ぐらいいますねとか、習近平も3人いますねとかな、うん、全部が出てきたってことですわね、これ。ただまあトランプさんのね、影武者っていうのが出てこえへんので、トランプさんは今俺ずっとウォッチしてんねんけど、まだ一人なんやな、あの人な。うん、影武者そろそろ出てくるのかなと思ってんねんけど、出てこんのよね全然。だからいやー、これどういうことになってんのかな、最後はっていうのは、最後はドヒャーって出てくるんだろうけどな。で、ね、今その愛ちゃんがさっき言った日本のそのジャニーズネタ、下ネタ系やな、要は、ね、うん、要はただ単なるただのスキャンダルっていうんじゃなくてな、これ世界的にそうなんですけど、はい、要は幼児ですよ、はい、うん、要はゲイとかホモとかそういうレベルの話じゃなくて、その幼児ですよ、未成年者ですよ、はいはい、でそういうなんていうかな、性被害っていうのはもう世界的に許されませんみたいな方向ですよ。だから要はエプスタインの世界ですよ、はい、要はバチカンの世界ですわ、やってることって、うん、はい、もうああいうのをやってるのと、それと、まあ、これ2000年続いてるやつなんやけどな、ずっとな。で、まあアメリカなんかその今 UFO ネタ、宇宙ネタどんどん出してきてるでしょ、うん、はい、あれも結局そういうことなんですよ、もうここら辺で。まあまあ実際機密情報は解除されてんねんけどな、本当はもう出てる情報っていっぱいあんねんけど、まあそれを人々がなんかそんなことあるわけないよねみたいな感じやったけど、はい、それをもういよいよ本当に明かしましょうかみたいな感じですよ。だから、まあ、分かりやすいのは地球外生命体っていうわけじゃないけども、まあ我々がもう宇宙人なんで実際問題、うん、だからまあ隣の住民もいますよみたいな感じで、これからどんどん出てくると。だから、はい、もう家が大にもみんな変わらざるを得んよねっていう世界よ、完全にもう、はい、もう目覚めの最後のところへんですよ、これ本当、はい、うん、でまああとアメリカの治安はえげつない状態になってるでしょ、はい、ざっというとアメリカでいくと、まあこれちょっとわからん、来年2024年の11月の大統領選挙までそこを待ってトランプが出てくるのか、それの前に出てくるのか、ちょっとようわからん、半々ぐらいかな、うんうんうん、ひょっとしたら3月とかそれぐらいまでに出てくる可能性はあるっていう感じもするんですよ、はい、うん、要はバイデンはもう弾劾なんで、はい、でまあその選挙待たずしてトランプが出てくるのか、11月の、うん、もう一回きちっとした選挙をやってトランプが戻ってくるのか、いずれにしてもまたトランプ戻ってくるってことなんで、はい、まあ、アメリカファーストっていうか、アメリカを立て直すっていうかな、うん、うん、もう前の通りですよ、前の大統領の時と同じで、やっぱアメリカ自国一番っていう形になるんでな、はい、で、あれはあの調子でああやってやるわけでしょ、はい、想像したら分かるわ。で、このプーチンはプーチンで、ブリックスを主体にした手を取り合って、交易やっていきましょうみたいな、はい、国立自立、アフリカもみんなそうやっていきましょうっていう世界ですよ、はい、で中国は今の共産党を今一生懸命潰してるわけですから、習近平さん、はいはいはい、うん、偽物の方やけどな、もう、うん、だからもうあれはもうあそこは一回もう江沢民っていうかな、前のアメリカにいじくられとったのかな、はい、要はあれですよ、あの民主党のオバマとか、はい、あと何やったっけ、ヒラリー・クリントンとかな、うん、はい、あら辺にいじくり回されとった中国共産党ですよ、あれを壊してるっていうことなんで、
だから恒大にしても何にしても不動産デベロッパーにしてもどん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 潰されていってるってことですよ、うんうん、だから中国も元、中国は元に戻っていくって感じですかね、うんうん、まあ古き良き中国ってあったんかないんか知らんけど、まあそこへ戻っていくと。で、うん、混乱を極めるのはもうやっぱヨーロッパってことになってくるわ。うーん、もうヨーロッパがどうしますこれみたいな感じになると思うわ。ヨーロッパ明らかに。もうどうにもこうにもならんって感じになると思う。もう、うん、なるほど。ウクライナからの移民難民もあったり、アフリカ中東からの移民難民もあったり、はいはいはい、移民ですよね、うん、でアメリカの場合は、まあ、トランプが出てきたら整理つけると思うんでな、うん、今でも結構軍用のヘリとかね、あのバン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 飛ばしてるから、あれかなり移民を排除してると思うよな、はいはい、なるほど。移民排除とその金というかエプスタインというか、ああいうちょっとろくでなしを全部整理つけていってると思うんですよ、はいはい、島流しというかな、島送りというか、はい、グアムあたりに送ってると思うんやけどな、うん、すごい大きなその何隔離施設みたいなものを作ってるからな、あそこに全部隔離していってると思うんやけどな、うん、まあまあ大抵の悪道というのはもう殺され処分終わってますよ。偽物全部立ってるんで、ハリスから何から全部が、うん、だからもう本当、うん、これ10月でしょ、はい、で2024大統領選挙、大統領選挙まだね、まだ2年先ねって言ってたけど、もう1年先になってきたからなこれ、うん、もう本当またトランプが出てくるということですよこれ、うん、だからな、今我々見てるこの芝居というか劇場というか映画というかな、はい、キャラクターすごいでしょ。トランプ出てくる、プーチン、習近平、キム・ジョン、うん、あの歴史上過去にないぐらいのすごいこう役者が揃ってるって感じやな。うん、でもやっぱりトランプすごいですよね、やっぱりね、なんかね。うん、だからトランプはこう火の粉をかぶるというか、いじめられればいじめられるほど、いじめられネタを演出されればされるほど国民が盛り上がって人気出ていくっていう形、あれもまあ演出なんですよ、ね、まあ、トランプタワーも失うってのは演出なんですかね、これも。叩かれれば叩かれるほど民衆が団結していくっていう感じかな。あ、うん、はい、なるね、でまあまあ世界はそんな感じですよ、はい、だから日本がこれどうなんのみたいな。けどな、俺な、これはもうほんと一回解体みたいな感じやと思うわ、完全に。うん、なるほど。まあ、その、あとまあ大きなところでいくと、その要は金融リセットせなあかんわけですよ。政治的なリセットはもうほぼほぼ片付いてるんでな。はい、裏の部分っていうかな、うん、表の部分っていうかな。今、劇場見てるだけなんで、うん、今片付いてんねんけど、金融の上の方も片付いてんねんけど、結局上の方がおらんようになるっていうことは、やる人がいなくなるみたいな話になってくるから、はい、金の出所がなくなってくるってことやから、多分、これ後で国とか地域によってだいぶ違うんちゃうかな。いきなりガッシャンっていくとこと、はい、じわ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 うまいことソフトランディングするところと、うんうん、地域と国によってだいぶ違うと思うわ。うんうん、なるほど、うんうんうん。で、まあ、ちょっとここへ来て見てるのはゴールドやな。うんうん、ゴールド、シルバー。まあ、シルバーは地味には跳ねて上がっていってるけど、俺、ゴールドはちょっと、分からんぞ。みんな信用せんといてよ。俺の感覚的に言うと相当跳ねるような気するんよな。なるほど。もう現物不足になってきてるからな。はい、うん。で、今まであの、先物とか、ああいう相場でペーパーのゴールドって空振りしとったわけやからね。はい、ああいう金融の連中が一生懸命抑えとったから。はい。あれで価格をこう抑えつけとったけど、あれの首毛がもう取れつつあるんでね。本当に現物が足りないっていうことになってきてるからね、もう。うん。だからゴールドはちょっと高値を追うような気するな。うん。なるほど。ただそれは永遠には続かんので、やっぱり金本位制っていうか、金のゴールドの裏付けのある通貨っていうので、世界的にこれからちょっと運用していこうかっていう方向なんで、うん、あんまりにもゴールドが高すぎるっていうのもちょっと無理があるんでね、最終的にはそこそこのところに落ち着くと思うけど、一回はちょっと相当1年2年は高値を追うような気はせんでもないな。なるほど、なるほど。そこからはまあ落っこちていくって形やるけど、まあ、それは皆さんの判断でね、はい、ただ、僕は思うに別にゴールドやったらそんなにね、たくさんの金銀持ってるんじゃなかったら、もう一生握りしめつかんといてもええと思うな、これ。財産としてな。うん、なるほど、うん。安心できるというかな。うん、別に、はい、わざわざそのお金に、通貨に変えて何かしようかっていう必要がなければな、はいうん。しっかり握りしめておけばいいんじゃないかなと思ってますよ。で、うん、まあ日本人の場合ってあんまり金とか銀って持つ機会ってなかったでしょ、今まで。ないですね。はい。うんはい、だからまあ一生に一回はそういうのいいんじゃないのみたいな感じだと思う。有事の金っていうぐらいやからね。はいはいはい。でね、今日朝ちょっと、朝今日俺5時ぐらいからちょっと調べたいことがあってな、うんはい、調べとって見ててんけど、どれぐらい日本の不動産外資が買ってるのかなと思って見てみました。
これな。日本の不動産を、まあ、外資系が買ってるってことですか。どれぐらいどうだったんですか。ステルスで買ってんのかなと思って。はい、はい、どんな感じで。いわゆるそのタワマンとかな、なんかそういう不動産じゃなしに、山林、山林な、山。水温がある山とかな、はい、山どんどん、はい、うん、何ヘクタールをどこが誰が買ってどうやってるのか、はい、見てて、はい、日本の中で一番外人に買われてるあの都道府県ってどこか分かる？山林、東京、林ですよね、東京山林ないから、東京山林ないから、山林か、うん、あれですか、か関東よりか関西よりだったら、いやもうざっくりでざっくりで言ってくれたら、ざっくりざっくり山、簡単に北海道なんですよ、うん、北海道、うん。え？なんで北海道なんですか？いや土地が広いからね。ああ。まあただまあ山林をそのリゾート目的とかそんな感じでも買ってるしな。そんなそのいう使用用途できんのかなとかできんのやろなとか思いながらいろいろまあ見てんねんけど、まあええわ。とにかく北海道ですよ。でね、はい、あと九州、宮崎とかな。うん、宮崎、九州なの。宮崎とか熊本も結構、宮崎が特にえげつないんですよ。中国、中華人民共和国って書いとったからな。中国人が予算買ってんねやるけど。で、まあ、その北海道に至っては、まあ、中国というよりはマカオやな。香港、マカオ。まあ、同じ国やけど、を経由して香港、マカオ、あと、ケイマン諸島。ケイマンに所在を構えてる法人とかな。うん。そういうの買ってるんだ、買ってるんだ、日本の。あと意外と京都、奈良も結構買ってるよ、山林を。なんで山林を買うんですかね。いや、それはだから分からんのよ。ずっと考えてるの、これ何のために買ってんのかなと思って。あれ、山林、自然ですよね、山林って言われる。あのね、ただその、なんでだろう。ちっちゃい法人とか個人レベルで買うようなボリュームやったら、まあ、何かその水源とかな。木とか食その木を伐採して何かするとか、まあ、あとはリゾートに使うとかっていうのも考えられんねんけど、ところどころ見てると尋常じゃない量買ってるところやつがおるんよ。例えば400ヘクタールとかな、はあ、すごいボリュームの土地買ってるやつがおるんよ。これ中国人かな、これ何をしようとしてんのかなと思ってちょっと調べるわ、もうちょっと、うん、ところどころそういう新潟にもあるんよ、そういうのがな、うん、なんか施設を作ろうとしてるんですかね、そこに。いや、ソーラーパネルとかな、そのレベルじゃない大きさの土地買ったりしてるんよな。だから、なんかちょっとようわからんのよ。まあまあ、それはね、時間とともに見えてくるやろうけど、意外と何も考えてないか、何も考えてないかもし、わからん、その辺は。結構な山林買われてますよね。うん。はいはい。うん、まあ、これが今後どうなっていくんかっていうのは、僕には、もうちょっとウォッチしていかなかなと思うな。うん、アメリカも結構買ってるからね、うん、はい、でただこれ、まあ、あくまでその外資ですから、日本の日本人持ってる外資だったらもう分からんからね、ステルスで日本法人で買っちゃうからもう見えてけへんけどね、あくまで外から外の資本が入ってきてる、でそのボリュームのある山林どんなぐらい買ってるのかなと思って見たりしてたんやけど、うん、なんかね、いずれこれは答え出てくるんやろうけどな、うん、はいはいはい、ただ何の用途もないのに買う理由もないからな。そうですね、うん、買う理由はないと思いますね、うん、はい、だからまあこれあんまりね、そのやっぱり山林ってやっぱり木樹木森林ってやっぱり水ね、あの綺麗な空気と綺麗な水を生み出す源なんですよ、自然のね、あんま変なことされると困るよなっていうのはあるよな、うん、影山にされたりな、うん、ね、うん、あの人ら植林ってせえへんから、伐採して伐採して終わり、次のとこまた切りに行くからな、はいはいはい、片っ端からハゲ山にされていくと、これはこれで未来に対してかなり大きな付け残すやろうなとか、うん、1回やっぱ植えて100年200年の仕事やからね、植林、はい、うん、やっぱり先人がこうね、しっかりこう育てて育んできたその森とか林っていうのをね、変なことされるっていうのは、これはもう政治、国が守らなあかんよな、悪いわけじゃないもんな、うんうん、そうですね、でもまあ日本の政治ご存知のように、皆さんご存知のようにあの調子なんで、まあ、日本の政治はもう残念だな、もう残念通り越してもう言うこと聞かんって感じになってきたでしょ、もう明らかにもうな、明らかにもう何とも言えない状態になってきてますよね、で、うん、あのグタグタ感が当分ずっと続くって感じですよ、だから、はい、うん、まあ、自民公明いわゆる政権がもう今回ね、あの解散したら、この状態で解散したら絶対自民負けるからね、もう、はいはい、もう空転ってことですよ、だから野党も
ろくなもんおらんし、維新もあるしな、はいはい。だからもう、ある意味空白って感じですよ、政治がもう。そうですね、うん。機能してない状況になるってことですよ。だから、うん、これいつもいつも言ってるように、やっぱりもう自分らでやっていかなあかんよねってことですよ。わ、うん、かるでしょ、愛ちゃん。わかります、わかります。頼るもんがないってことですよ。結局、自分で生きていかないといけないことは、自分で要はビジネスを作んないといけなくなってるわけですよ、全部が。いや、ビジネスじゃなしに、や生き方を見つめるっていう話ね、あ生き方かね。あそうそうだね。大きな、ね、大きな、そう、うん、そうあいや、そうね。その人たち小さいね。あの、宇宙規模で本当に自分の住まいだったりとか、やり方だったりとか、考え方っていうか、そうだね。その、ご飯を食べることも考えないといけないですね。はい、もう、うん、内面の話になってか、まあ、今日はな、この、あの、後からやっていこうと思うけど、まあまあ、そんな感じだから、もう政治がもう機能しない、はい、行政も機能しないって感じになっていくと思うわ。はいはいはい、でなってくると一時的に金融的なもんっていうかシステム的なもんですよ、うんうん、そういう今まで我々が頼ってきたというかこれ普通よねと思ってきたシステムみたいなもんがシャットダウンっていう感じになると思うんですね、はいはい、でそんなに日本の場合は長く続かんと思うよ数週間とか、まあ、続いても 2,3 ヶ月やと思うよ要は ATM が使えませんとか、うん、要はシステムがダウンするって感じですようん政治が止まってしまうってことかな、うんうんだからそういう局面はどのタイミングなんかわからんけど近いと思うよな。まあ近いというのは長くて2年、うん、早かったら半年ぐらいの感じ、はい、半年ってことならもうちょっと後かな。はい。うん。だから一時的に物流が止まるとか、うん、うん。要はスーパーで物が買えなくなるとか、はい。要はそういう状況が来ると思うんですよ。長くは続かんけどな。うん、はい。一回システムは止まって、でみんなが改心して、変わるってことね、新しく行きましょうみたいな感じになると思う。うん。まあまあイメージ的にはそんな感じですよ。はい。だから金融がそのガタガタドヒャーっていくんか、そのソフトランディングするんかはちょっと今のところ半々ぐらいの感じがわからないとか、ね。わからない感じですね。うん。ぼやーっとした感じで、なんか意外とあの政治みたいなぼやーっとした感じで終わっていきそうな気にすんねんけどな。見てると。なんでそういうか、まあ、まあ間違ってはないな。確かに。なんでそういうかというと、まだ大半の日本の人ってぼやっとしてる人がおるから。いや、そのもそも意識してないし。だから怒っても見ても分からん感じやと思うんですよ。いや、だから、要は結局、なんだろう、情報を受けてるだけの人と、情報を受けて発表する人と二極化してるんだよ。本当に。だからそういう人たちにとってはぼやっとしたまま終わっていくって感じだと思うな。全然自己成長ないよ。あれーみたいな。うん。全然自己成長なんて存在しないよ。正直で、あれって思わん、あれも思わんぐらいの人思ったりするかもしれない、うん、いや、今の現状維持で終わってる人は本当多いと思いますね。よし、今日のテーマ行こうか、じゃあ。はい。やっぱ朝は元気な。朝元気っすね。ああ、うん、そう、ね。今日見てくれると喜んでな、まっちゃん元気になってよかったよね。パワーがアップですね。レベルアップですね。はい、じゃあ今日のテーマ行きましょう。はい。はい、今日のテーマ、くだらないことをなくそう。くだらないことをなくそう。まあ、まあ、いわゆるくだらないことを卒業する世界。ね。何もかもくだらんことやねんみたいな。世の中はですね、あのですね、あまりにもですね、無駄なことが多すぎというかね、その無駄なことをやりすぎてるっていうことをですね、我々も一人一人がありましてですね、やっぱりどうしても無駄なことが多いということはどういうことかというと、あ、まあ、人間関係の無駄なことも多いなっていうのはすごく感じますね。わかりやすく言うと。生きる中の無駄なことというか、まあ、いや、ね、その、ね、感情論のくだらないことだったりとか、できるできないのくだらなさとか、多いなと。まあ、世の中すでにこんだけくだらんことばっかり、ほぼほぼ9割くだらんことやってるのに、まだインボイスがどうしたとか、電子保存制とかな。あの、問題は、その、それはまあ社会の中のシステムじゃないですか。もっとね、もっとにあるのは、その世界がそれだから、個人個人の根元にあるものがくだらんことが多すぎなんですよ。まだくだらんことやらすのかよ、みたいな。だから要は、結局、くだらんことが、要は、多すぎる、世の中が多いということが、事柄が多すぎる。要は、うんうん、なんだろうな、その、人だったりとかもそうだし、うん、まあ、一番くだらないなと思うのは、妬みとかね。というので自分を殺してるくだらなさが多いな、
まあ、さっきのね、世界の朝のニュースの延長線上の話になってくるけど、はい。そのね、今回の大転換っていうかな、すべてリセットっていう感じって、何がどうなんかっていうと、はい。もう構造システムが入れ替わるっていうか、なくなるっていうか、はい。ガラガラガシャーンってなガるわラけガラガラだ。ガラガチャンポーンみたいな。だはい。から、要はさっきも言ったように自分たちでやっていくとか自分でやっていくっていう世界なんですよ。で、はい。さっき愛ちゃんが言ったそのビジネスとか商売っていう話とかそれだけじゃなくて、要は生うん。き方そのもそうそうそう。の、自分の生き方そのものを一遍見つめ直すっていうこの大転そう換そう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 ですかね。そう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 そ
って、まあ、生き方っていうか何を目標とかどうこう、そんな話じゃなくて、日々の生活的な話ですわ。そうですね。大げさな、うん、大げさなもんじゃないんですよ。うん、でね、うん、人間ってね、これまあ、ちょっとまた今日は、おっちゃんやる、おっちゃんそっち行くかみたいな話になってくんねんけど、おっさんそっち行くか系の話になってくんねんけど、うんうん、結局ね、死ぬ時の話になってくるんですよ。うん、でね、今日みんなにね、みんなこれ聞いてるとに、ちょっと、こういうふうに言うと分かりやすいかなと思うけど、自分の本当の生き方的なものを見つめていくときって、うん、死ぬ時を想像したら一番分かりやすいんですよ。うん、うん、で、自分がこの世から一回もこの世とおさらばすると、あの世行きますよっていう時あるじゃん、肉体がな。はいはいはい。その間際に、どう思えるかっていうことが全てなんですよ、やっぱ。うん、で、僕の場合は、ああ、よかったわ、幸せだったわ、こんな楽しいこと、あんな楽しいことみたいな話ですよね。でね、通貨も物も何も持っていけないんですよ、死ぬ、あの世行くときって。一つ持っていけるもの、何やと思う、うん、ここを考えたらね、すっごい人生シンプルにね、生き方考えれるんですよ。持っていけるものがあるとしたら何やと、うん、持っていけるもの、うん、持っていけるもの、うん、うん、知識じゃないな。あのな、なんだこれ考えたら簡単に分かんないけど、思い出なんですよ。うん。いい思い出なんですよな、やっぱな。幸せだった時の思い出は持っていけるんですよ。ピューっと。うん、この幸せだった時の、幸福だった時の思い出をあの世に持っていくことによって、あの世でも幸せになれるんですよ、人って。ええかな。でね、これ、それ持っていくものが幸せ、幸福だった思い出がない、悪の思い出しかない人っていうのは、あの世でも不幸になるんですよ。これ簡単なことなんですよな。もう原理原則なんですよ。でね、あの世へ行くっていうか死ぬ間際にね、やっぱ人がこう考え、うん、巡ってくるというか、走馬灯みたいにバーッて出てくるってやっぱ思い出なんですよ。楽しかった時の自分が子供の時からずっと思い出が出てくるんだ。俺3回死にかけてるからな。出てくるのよ、これ本当に。でね、そこが全てってやったら分かりやすくなるんですよ。ほんだら自分の生き方はどうしていくのみたいな話になってくるんですよな。うん。そういう思い出作りをするってことですよ、うん、何歳になっても、うん、その大転換のチャンス、大チャンスなんですよ今が、うんうん、だからなんとなく日々を生きてるんじゃなくて、今日も新しく生まれ変わりました、明日も新しく生まれ変わりました的な生き方をしていくってことです、うんうん、そういう生き方ですよ。それはもうそれぞれみんな違うんで、うん、まあ俺の場合は田舎の海が目の前にあって、畑があって、自給自足の生活、半自給自足みたいなのをもうやろうかなと思ってるから、僕の前も完全にもう描写できてるっていうかな、うん、目に見えてるっていうか、こういう牛飼ったり鶏飼ったりそういう生き方して、なんかこうたまにこう YouTube やりながら、たまに本書いたりみたいな、うん、海行って魚釣ってこようとか、うん、もう近いうちそれ始めていこうかなと思って、うん、まあこの2年間やるから、2年終わった、うん、皆さん終わりましたって言った後ぐらいにそっち行ってしまうかな、うん、そんなふうには思ってるわけよな、はい、うん、でだからやっぱ魂の原風景っていうかな、自分が幼い子供の時から、はい、その持ってると思うんですよ、はい、だった時の原風景みたいなやつをな、はい、で、まあ、ある人にとってはそこへ戻っていくと、うん、帰っていくというかな、うん、ね、そういうことをする人も、俺の場合はそうなんで、そういう人もいれば、はい、いやもう一つ自分で新しい道を、生き方を開拓するいう人みたいな、うん、まあ、それはそれぞれなんですよ、はい、うん、ただどれが幸福なんかって言ったら、死ぬ時のことを考えたら一番分かりやすいと思うさ、はい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 、うん、大抵の人って、俺大抵の人って今のままこれやっとっても死ぬとき絶対喜べないよなと思ってると思うんですよ、多分。なるほど、なるほど。はい。そういうことでしょ。うん。だから今この大転換期で、その自分も動くぞ、行動するぞと思ってると思うんですよな。はい。
だからある意味そこもそういう行動しようと思うとやっぱり脱ぎ捨てないといけないということになってくるんですよ。脱ぎ捨てるというか捨てるというかな、脱皮するというか、シンプルにするというか、頭も心もシンプルにすると、はい、で物もシンプルにして一から始めていきましょう。はい、だから重いもん抱えとったらなかなか前進めないっていう感じよ、この前進めないですね。はいはい、そんな風には思ってんのよな。はい、だから本当これね、そういう幸福感というか、そういう理想の自分の生き方みたいなのをこう見つめ直して、おい、なんていうかな、ずっと探っていくと結構子供っぽいとこたどり着くよ、本当。そうですね。子供の夏休みみたいな感じ。子供の夏。なるほど。で、今日のテーマじゃないんだっけ、煩わしいね、だっけ。まあ、そ無の、あれで、無駄なものをなくす世界にしていこうと、卒業する世界にしようっそういう方向行ったらそうなるよな。ていう。なりますね。基本的になりますね。無駄なもの何にも来ないみたいな。郵便配達も来ないでくださいみたいな。そう。もうめんどくさいからみたいな。全部、まあ、自動で、こう、自動できますよ、みたいな、それはありますよね。やっぱりで、ね。なるんちゃうかな。だから、無駄なものというか、煩わしいもんというか、どうでもええことを全部排除していくことってできると思うんですよな。そうですね。だから、もうなんかこう、いっぱいいっぱい上から、メモリの中に上から、次から次へ詰め込んでいくと、パンパンになってるから、みんな今。そうですね。排除していくっていうことちゃうのかな、もう、捨てていそうくでとすいうね。か捨な。てていくってもんですよね、多分ね。シンプルにしないと次の入ってけへんもんな。入ってこないですね。で、シンプルにしてしまうと天の声も聞こえへんし、まあ、聞こえないでしょうね、まずね。で、自然の声も聞けないし、聞こえないですよね。だから、ある意味、今日のその煩わしいもんとか、ほぼほぼどうでもええことばっかり現代人ってやってるんで、これ一回リセットしようと思ったら、俺やっぱな、あ、はいちゃん、前回の動画じゃないけど、環境変えなあかんと思うで、やっぱ環境は大事だと思うよ、やっいぱ。や、環境もそうなんですけど、一番大事なのは、環境って、変えられる時もあるじゃないですか、たまに変えよう変えようと思っても。じゃなくて、毎日の思考というか、考える癖というのを変えるしかないのかなと思ってますよね。いや、それはあるんですよ。それはもう今までの段階なんですよ。なるほどね。この僕動画、これやって何本撮ったかちょっとよう分かれ、それは今までの感じなんですよ。なる準備ほど。段階。要は思考を変えていきましょう。頭の今までの古いこびりついたものを撮っていきましょうみたいなのが今までで、もうこっから先は行動なんですよ、愛ちゃん。まあ、行動はそうですね。要は、行動っていうか、もう本当に動きながら考えていく。てか、もう失敗してもいいなんだけど、みんな失敗を恐れるっていうか、失敗した時の気持ちに恐れてやらない、行動できないから、そうだね、行動してれば、環境が自然と変わる原則ですわな。もうその、このグレートリセット的な、その前段階、準備段階っていうのはもう終わってるんで、そこの頭の書き換えっていうか、脳の書き換えっていうかな。ここはほぼほぼ理解終わってると思うんですよ、みんなな。じゃあ、行動どうすんのっていうところら辺の段階も入ってきてるんですよね。で、世の中的な、システム的な煩わしさだけじゃなしに、人間関係のどうでもええようなやつっていうのもあるじゃないですか。あれも、そもそもその人がおらんとこに住めばええだけの話なんで、みたいな。っていそうでうすぐね。らい大胆にいかんと今回あかんと思うわ、これ。まあ人が全然おらんっていうのは難しいけど、まあ、毎日会う人3人ぐらいしかありませんみたいな。同じ人ばっかりいて。それ確かに。でええんちゃうかなと思うけど、どうやら、あいちゃん。でも正しいと思います、めっちゃ。そういうことだと思いまほんすで、まあよ。さっきのね、3人飼われてる話じゃないけど、日本にはいっぱいあるからな、そういうとこまだ。ありますね、めっちゃ人と出会ね。わんでようなそうやあるあそうるであするね。ある。ありちゃうかなと思うけどな。本当でそうですよね。本当。ありやと思う。思う、実際は。それだ全けの然。話で今日以上終わりみたいな。そうなんだ。それを言いたかったんですか、まっちゃん的には、やっぱり、そう、一番は。もうそう、環境変えなあかんと思うわ。やっぱ。でも、環境を変えられない人は何でかなっていうのをよく考えるけど、やっぱりその環境を変えられないってことは、失敗したくないって気持ちなんでしょうね。今のままが続くと思ってるってことですよ。絶対続かないでしょ。いや、何なんでしょうね。やっぱりその、与えられてきてる人と、自分から作る人と違いかな。
やっぱ経営とかって自分で作る人じゃないですか、うん、どっちか自分で提供を渡さないといけないから基本的には、うん、でも会社員の人たちは向こうからの情報を与えられるじゃないですか。これね、でもはっきり言うけど今回はちょっと難しいぞ、うん、どういうこと？今までの現状というか今までのまんまの延長線上の中で改善させるみたいなんてちょっと難しいぞ今回は。本当に本気で、うん、そこまで、うん、なんだろう、現状危機感がないんですよ。やっぱり危機感、いや言ってるのは本当の自分の心を大きくっていうことなんで一番難しいね、そんな話をすると、難しい。いやいや、でもそれがなかったら進まんのよ今回はもう、うん、いや、なぜじゃ進まない、心の本当のものがながら進まないっていうのは、いやいや自分はどのように生きていきたいのかっていうのを言わないともう進まんのよ今回は。あ、要は自分の生き方を言語化しろって話ですよね。俺は海があって畑があって生活していきますみたいな。だからじゃあどうやって食べるのって、海行って魚釣ってきますとか、畑でトマト育てますとか言ってるわけでしょ。だからこれ別に、そうね、その家どうすんのって、田舎いくらでもありますよって、これ 何十回も言ってるわけでしょ。うん、ある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 、うん、だからそれってそんな難しい話じゃ何でもないんですよこれ。超シンプルな話なんですよね、うん、うん、全部捨てていきゃいいだけの話なんでそりゃそうだだからここなんすよ言ってんのが。だから、うん、今まで蓄積してきたものとか今まで蓄えてきたものとか、いろいろなんだかんだあるじゃないですか、なんでもかんでもいろんなもんがありますね、はい、それを全部抱えて何かここ変えようと思ったってもう無理なんよこれ。メモリいっぱいなんで、まあ、無理でしょうね、うん、そういうことやと思うぞこれ、はい、うん、それが多分今回大チャンスっていうことやと思うんですよ。はい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 、大胆ですね、うん、だから具体的に言うと俺の場合で分かりやすく言うと、俺は今1日24時間ってあるじゃないですか、うん、で 今の24時間の倍の24時間にしたいわけですよ俺の新しい生き方は。うん、長いよね1日みたいな、うん、まだ終わらないねみたいな、うーん、そうね、生き方に変えたいってことですよ僕の場合はな。まあそれぞれみんなあると思うんで、うん、はい、うん、まあ、好きなことってあると思うんですよ。俺の場合は魚釣り好きやから毎日釣り行ったら幸せやから。はい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 。まあ飽きも飽きひんから、もう毎日釣るのは大丈夫だ。ただそのそれぞれあるんやけども、それが人工的なもんとかシステム的なもんやったらそれはなくなってしまうわな、当然やっぱ。なくなってしまいますね。はい。いずれはなくなってしまうもんやからな、その程度のもんは。はい。やっぱり自然の中にあるということですよ。天の中、はい、最後は。うん。もうそこと天と二人三脚で歩んでいくしか俺道ないと思ってんだけど、ちょっと言い過ぎかなこれ。愛ちゃんどうやろ。言い過ぎじゃないとは思いますよ、うん、全然。人間らしい生き方って本当はどこなのって自分で心みんな心に問うてくださいみたいな言い方しかできんやろこれな。できないですね、うん、うん、できないです、うん、それは無理ですね。 100% 無理ですね。はい。だから要はシステムのちょっと外に出るとか、煩わしさから外へ出るとか、うん、めんどくさいことから解放される的な話って、うん、あるじゃないですか。ありますね。だって雑音でしょ単純に、うん、雑音が入ってくるってことでしょ、うん、邪魔な情報が入ってきますね、はい、だから要は風の音と鳥のさえずりの音と波の音だけ聞いてりゃ幸せよねみたいな話。いやだから人間なんてだってそれで今まで生きてきたわけじゃないですか。うん、でそれに新しい文明が入ってきて、ただ単純にそうなってるだけなので、実際原理原則を考えるんだったら、それはそういうことだと思いますね。うんうん、研ぎ澄まされていくしな。間違ってないですね。うん、はい、うん。だから、はい、その、要はあれでしょ、なんかこう、未来っていうか、将来のことも不安っていうわけじゃないけど、はい、老後こうせなあかんと思ってたりとかな、はい、生きていくためにはお金必要だ。追加必要だと思ってみたりとかな、はい、うん、で子供のためには学校行かしてあげなあかんとか、塾行かしてあげなあかんと思ってみたりとかな、はい、なんか勝手に全部それが全部どうでもいい。だから要は当たり前のことが当たり前じゃないんですよ僕が思うには。それそのものが全部どうでもいいやつでしょ。どうでもいいですね、うん、で、はい、で結局一番大きなネックの根幹的な部分っていうのはやっぱり、はい、通貨で困んの嫌やねみたいな話だから一生懸命働いてるみたいな感じでしょ。はい、そうです。もしくは通貨がないと生きていけませんと思い込んでるってことでしょ。おっしゃる通りです。でも言ったように、はい、前も言ったように田舎の家1万円とか2万円とかほんで海やったら旅やったらあと何いんのみたいな話になってくる。どうやろあいちゃんこれ。
いやでも当たってると思いますよ。それ以上に何が必要なんですか。いや何もないと思いますよ。だって無理だって、だって人間って単純にだってご飯食べて、だ三大欲求に立つためにやってるだけじゃないですか。でしょ。うん。いや人間って単純にご飯食べること、寝ること、あと、まあ、美人健康でいられること、あと性欲満たすこと、その3つだけじゃないですか。うん、人間って。で、そのために理由をつけて、それを拡大してるのが今の世の中でしょ。単純に三大欲求のだけじゃないですか、うん。だから性欲を満たせることができれば別に問題ないし、お金を稼げれば問題ないし、全部それもそうでしょ。いや、通貨を稼ぐ必要もない。あ、そっかそっか、うん。なくても別にできますよ。なくても別にいいから、みたいな。うん。どうよ、もうだから見つめ直さな、もうしゃあないよな、今回はこれな、みんながな、うん、見つめ直さないっていうか、もうそっちの方に行くしかない、選択肢がないでしょ。要は A、B、C って選択肢になったら、もう A しかない状態なんですよ、もう、うん、幸福に心穏やかに毎日生きるには何がどういう感じがいいのって思い浮かんだら勝手に出てくるはずなんですよ、うん、多分。まあ幸福っていうとまたうさんくさいっていう人いるんでしょうけど、いやいや、だから幸福っていうのは死ぬ時によかったねって、うん、そうそうそう、自分がやりたい、今やりたいことって何ですかっていうだけの話ですよ。その時に美味しいもの食べたいんだったらやっぱりご飯食べたいっていうだけの話ですからね、うん、だから意外とな、やりたいこと的なことを考えてしまうとまた難しくなるんですよ、堂々巡りになるんですよ、うん、もっとそれやったらやりたくないことを考えた方が分かりやすいわ。これやりたくない、これやりたくない、これやりたくない、全部省いていってこれだけって残るみたいな。あ、俺働きたくないですねそうなるでしょ。なるなる、 100% なる。もう働きたくないから、ゆっくりこう自分でようにやって生活していきたいので。いやいやいや、じゃあこれ今見てる人は、愛ちゃんが俺働きたくないと、見てる人は働きたくないっていう人おったとするじゃないですか。うん、働くのやめればみたいな話になってくるんでしょ。そうですよ、そうそうそう、やめて、働くのやめて解放されて、もうこう自分のやりたいことだけやって、それでのんびり暮らしていくのが一番いいっす。はい、はい、だからやりたいことってなってくるとちょっと見えにくくなってくるんですよ。毎日どんな感じで生活してんのがええかみたいな感じですよ。そうですね、だから自分の理想の生活ですよね。そう本当に理想の生活が手に入ってるかどうかですよね。本来勝手にやりたいこととかやりたくないこととかじゃなくて、やらざるを得んこと出てくるのよ。やっぱ畑やらなあかんし、山になんか取りに行かない。いや、俺、僕それですもん。あ、しょうがねえなって、今なんてもうやんないといけないからいっぱいからやろうって動き出してますから。うん、だから今ほらやりたくないことって見ていったらよくわかるでしょ。いやいや、うん、いやもう仕事嫌やねと思ってる、いややめちゃおうみたいな。やめちゃおう、だから会社員嫌だと思ったから会社員辞めてますからね。でしょ。だからこれ一発で思ったら、仕事イコール会社員固定の時間で働くの嫌っぽい。なんでよって4時に起きたよ。これでもねえ、みんながそんな感じの縄文っぽくなっていくと面白いよな。誰も税金払ってくれませんみたいな。あの国民の8割があのぐらいがあのこう独立して自分の会社を持つって時代になったら、もっと面白いなと思いますよね。いや、自給自足で税金かけられても困りますからみたいな話。そう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 。あなた何言ってんで、税金でご飯食べてるとか何言ってるんですか、アホっちゃいますかみたいなね。いや、海の魚釣って税金取られるんですかみたいな話。あなた海に税金なんて存在してる。まあ、海ってでもに自分の中の心の神様が作ったもんですよ、あなたみたいなね。そういうこと言えますよね。あれ、心の中に入ってる神様が海を作ったもの、あなた、神様からお金を取ろうとしてませんかみたいな、そんな発言になりますよね。本当ね。だからまあ、その、なんていうの、そういうことなんですよ。でね、やっぱその、罰ってそこまで切んのが、やっぱり今までのその、はい、お客さんとの関係とか何らかの関係を断ち切るとか断ち切らんとか、そういうのなしにな、あのそのそこでやればええわけでしょ。またボリュームをちっちゃくして商売、うんうんうん、でそのボリュームをちっちゃくするとあんまり受け入れたくないと、自分はもうあんまりせっかくゆっくりしたいのにこういうとこ来てんのに、同じようなことになったら元の目論みになるんで、うん、もうお客さんとかやる仕事の数を減らしますと、ええから、うん、減らしてやりますと、はいはい、だ減らしてやったらどうなるかって、単価高なってまうんですよ結局は、はい、逆に今度、はい、今まで10万円で取ったやつが100万じゃやってやりませんとかなってくるわけよ今度は、はい、たまにしか仕事せえへんから、はい、半年に1回やりますとかなってくるからな、はいはい、ほんだ単価が高なってくるから、まあ、それはそれで OK よねって、はい、またこれ、はい、で言い方悪いけど、そんな、なんていう、海あって、山あって、畑あるとこおったらな、お金使うことないのよ、はい、逆にまた今度。
はい。なんかお店もないし。はい。買うもんって言ったら畑の道具と釣りの道具だけみたいな。はい。だからどうにでもなんだよ、結局は。うん。うんうん、行ってしめ、やってしめ、うん、と思ってます。なんか今日は単純な話になってしまったけど。うん、ああ、ほんと単純な話でしたね。そっか。うん。それが答えが今日のね。うん、やっぱ環境を変えるしか方法はないと思ってるよ。うん、だから、ほら、二拠点生活みたいなやってる人結構増えてきてるけど、あれはその取っかかりやと思うよ、みんな、やっぱな。うん。うん、いずれはそっちへどっぷり、ね、田舎に 100% 持ってる、うん、今は半分半分でいきましょうか、とりあえず、みたいな。うん。で、その大きに行く世の中が変換して、自分の内の心の、内っかの心がもっと叫び出した時には、もうそっち完全に行きましょうか、みたいな、うん。はいはい。そういうスタンスでええと思うんですよな、今。はいはいはい。その行動段階ですよ、今は。はいはいはい。そう思ってもらったら分かりやすいでしょ。うん。もうほぼほぼ頭の書き換えを得て、ね、新しく自分がこう、変われるというか、新しく生まれ変われるチャンスっていうのを理解して、はい、でもここは終わったわけな、ここまでは。はい。じゃあ、あとはどうするかって言ったら、その二股かけるみたいな感じ。はい。うん。そっちにもいつでも行けますから、みたいなを準備を始めるって感じかな、今の段階は。はい。うん。で、軸足を少しずつそっちへ移していって、はい、まあ、2年、3年長いだと5年後とかに、はい、はい、はい、そっち行きました、みたいな。うん。だってそうでしょ、俺も仕事辞めるから明日からもう田舎行きますってなかなかできへんやつも明日からはええ、うん、みたいな、はいはいはい、その準備をしていくってことやと思わない、今はその段階ですよ、はい、この2、3年がその段階やと思うわ今。なるほど、うん、うん、と思ってる。もらいました。だからそれでとともに仕事をちょっとずつ減らしていくって感じちゃうかな、都会の。はい、うん、で、その今までフルで1年間都会で仕事してた分を、例えば夏の間2、3ヶ月だけははい、田舎暮らししますみたいな、はいはい、ね、でまた戻ってきて秋から冬寒い間は都会でやりますみたいな、で、はい、その翌年はまたもう1ヶ月増やして4ヶ月間田舎行きますからみたいな、うん、はい、でその翌年はもう半年間そっち行ってますから半分半分ですみたいな、はい、で最後はだんだんしぼんでいって終わりますみたいな、はい、そんな感じでええんちゃうかなと思うな。はい、なるほど、うん、イメージ的にそれやったらみんなできると思うんですよ。はい、うん、いかがでしょうかみたいな。いや、間違ってないと思いますね、うん。全然いいと思います。はい。で、実際問題ね、畑付きでね、畑付きで200万とかで売ってるからな。ああ、すごい。ほんまに。すごいですね。畑付いてる家200万とかな。安いね。でしょ、はい、で、固定資産税が年間それ3万とか4万とかのレベルやからな、そんなもん。はい。でしょ、うん。ほんなら今のうち物色してな、そういうものを買って、はい、で1年に1回ぐらい行って、なんかこう、あっこ直したり、ここ直したり、住めるようにしていったりな。はい、ほんで、5年後ぐらいには、はい、完全に出来上がりました、みたいな感じでやれば、はい、ですよ。いいですね、めっちゃね。素敵ですね。でしょ、はい。で、その準備、畑と住むとこの準備さえ整ってれば、水とな、整ってれば、はい、本当に嫌になったら、そっち行けるわけじゃないですか。はい、いざとなって本当に嫌になってどうしようってなるより準備さえしてるやろ、はい、あ、行きますみたいな感じで言ったらええわけじゃないですか、はい、うん、そうでしょうが、はい、その行動ですよ言ってんのは、うん、だからあくまでその商売とかビジネスのその行動とかそんな話じゃないと思う、今回の話はこれ、はい、まあ、やっぱある意味ある程度自給自足できる構えっていうのが大事な世の中やと思ってるわ俺は今回、はい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 、それは食料危機とか食料難とかエネルギー危機とかそういう話じゃないんですよ、うん、はい、そんな話じゃなくてやっぱ健康とか、はい、生き方とかな、はい、うん、心地よさとかそこに焦点が当たる時代だと思ってるね、はい、今回。なるほどなるほど、はい、うん、で考えるとこれ都会じゃないよ絶対にも。ああ、なるほどね、はい、こんな都会の汚い空気吸ってる場合じゃないやっぱ、はい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 、そうなると思う。はい、なるほどね、ということです皆さん。おもろいですね。いいっすね。うん。そうね。やっぱりそうなるよね。やっぱそれしかないんだよね。動き回すしかないんだよね。こうね、うん、だから、まあな、俺がちょっと今、移住というか、もう決めてんのやな。行くところは。うん、で、うん、その来年、まあ、まあ、年明けぐらいから、その、ちょっと、なんていうかな、旅館風にもできるように、色につけたり、改装しようと思ってんねんな、2、3年ぐらい、ね。はい、はいはいはい。で、まあ、その、まあ、そこは海まで歩いて2、3、2、
2、3分みたいな集落、はいはい、だからそこ空き家いっぱいあるのよ。うーん、まあその時にはまたな、はい、出来上がりました、皆さんも来られますかみたいな、いっぱい家がありますよみたいな、そんな感じよ、離島やけど、うん、もう島に流れていきますからみたいな。おもろいですね。まあ自分の船持って行ってな、うん、いいですね、はい、もうそんな風には思ってますよ、うん、うん、でね、今日のまあ話、こういうのを自分で決めたっていうかな、うん、こうしようと決めて、はい、まあ、奥さんな、ファッションの奥さんな、ファッションの奥さんにも、もう言ってるから、兄ともそういうの好きやから、はい、でもこれぐらいのタイミングではこうするよって決まってるんで、でなってくると、なんかこう、血がみなぎってくるというか、嬉しくなってくる。奥様面白いからな、本当にな。いやー、やっと俺も田舎行けるのねみたいな。あ、私もってことか。あ、私も。いや、あの人どこでも人やから別に。あ、そうなんだ。今これこのズームから含めてどこでも関係ないでしょ、はっきり言って。まあ正直別に田舎だろうが東京だろうが関西だろうが関係ないですからね、もう全然ね、場所は。うん、あの温泉早く、あ、そうそう、あの全然話変わりますけど、昨日 M&A の関係の若造とには32歳のことあったんで、今度紹介しますよ。あの温泉買いたいとか言ってたじゃないですか。うん。なんで、そういう M&A 系の人、あの結構頭がいい、あの地頭がいい子が見つけたんで、ちょっと紹介するんで。はい。ああ、だから、まあ今日見てる人にね、もう本当、すごいいいタイミングやと思うわ。はい、これ、だから。はい、そうやな、もう今2023年の10月でしょ、はい、うん、あの2024と2025っていうのが一番動き大きいと思うんですよな。だからちょうどだから俺らがそのこれを続けて終わりそうな時に本当に変わるタイミングだもんね。2026まで動きがちょっとなんかずれ込んでるんですよね。ちょっと、あ、そうなんだ、うん、ずれ込んでるんだ、だからひょっとしたらちょっとずれ込んでいくかもわからんけど、あ、なるほど、そのシステム崩壊というかな、今までの世の中の常識的なもんが音を立てて崩れていくのはもう来年と再来年ですよ。楽しみですね。めっちゃ楽しみですね。ワクワクしません、ね、それが2026まで引っ張らんか引っ張らんかっていう、ね、いやー、なんか僕はなんか崩壊という単語が大好きで、崩壊をするってことは新しいものが生み出されるんで、もうワクワクドキドキするしかないんですよね。で、まあその代表格の金寄りセット的なもん、はい、これが、はい、ちょっとずれてるんよな、2025なんかなと思って見てんのよ。ちょっとずれ込んでいってるんですよね。なんでずれ込んでるんですか、うん、いや、準備ができてないってことですよ。ああ、環境が、ね、うん。なるほどね、混乱、うん。本当の混乱になってまうから、準備できてない状態でガシャンっていくと。なるほど、うん、その準備は、まあ、トランプが出てきて潰すような気すんねえから。まあ、だから、その大統領選挙にも合ってるような気もするし、まあ、はい、どっちにしろ、大詰めは来年と再来年ってことですよ。うん、で、まあ、2030年にはある一定程度の新しい形はもうほぼ出来上がりましたねみたいな、うん、世の中全然変わっちゃったねみたいなが2030ぐらいと思うわ、うん、だからやっぱ動くのっていうのはもう来年さらにここから3年ぐらいで動くってことですな、うんうん、長くても5年でその完全にこうなんていうかな、移行しましたよみたいな、私たちもそっちへ移行しましたみたいな、うん、にならないと苦しいと思うな、生きていくのが多分、うん、頼るものがないっていう形になってるはずやから、うん、要はシステム的なものに頼れないっていう感じになってるはずなんですよ、うん、だからもう自分とか自分の周りの人たちでやっていこうっていう世界だと思うわな、もう、はい、うん、まあ本当楽しいよこれ、うん楽しいですね、本当にね。毎日が夏休みみたいな。本当そうですね、楽しい。ワクワクドキドキしてますから。そんな感じになると思う、多分。うん、いや、もう、その未来に向けてね、本当、まずは行動をね、環境か、うん、環境を変えてね、そう、行動を加速させてね、そのステージになったらすぐできるように、もう、ステージになってるように切り替えていかないとね。だからもう元に戻れんと思うわ、そういう行動を一回してしまうと。うん、で、はいはいはい、あのね、これ世の中でいう介護問題みたいな話ってあるでしょ、はい、介護がどうしたとか人足らんとか、うんうん、これも一発解決すんのよ、みんながこういう動きをすれば、うん、介護なんて必要ないでしょ、みんな自然に。いや、ほんとほんとほんと、そうでしょ、うん、介護施設必要ないでしょ、愛ちゃん。そうですね、でそういう自然の中でも食べ物食べてるから病気にもならんでしょ、はい、
ほんで病院もいらんでしょ。で社会保険なんて何の必要あんのよみたいな話になってくるわけ。分かる言ってるね。これは、はいはい、で年金って何みたいな。はい。分かってきた、これで。分かってきました。だから、無理のあることをやってるから、あんな話になってくるんですよ。はい。その無理のある生活、無理のあるっていうか、ストレスかかる、ストレスかかる場所で、ストレスかかる生活の中で、変なもん、はい、添加物まみれのもん食べて、はい、で、病気になって、はい、医療費かけて、はい、で最後は介護施設入らなあかんよね、みたいなことで、ほんでまた介護保険料大変よね、若い人負担って言って、なっていってるわけでしょ？うん。これ、おかしいやろ、どう考えたって、これ。おかしいです。それはおかしいっすよ、本当に。やろう？うん、全然おかしいと。だから、やっぱそういうとこから出、いや、まあ、当然な、今までのような、そういうことしてる人たちもおると思うんですよ、この未来も、やっぱ。でも、それ相当しんどいと思うと、その人たちはもう。本当にね、そうですね。ああ。で、片や、はい、さっき言ったような生活っていうか、生き的な生き方をやってる人たちは本当ハッピーよね。だから、同じ地球、同じ日本によって別のとこおるみたいな。そうですね。わかる？これ、パラレルワールド。うん、わかります。はい。だから、やっぱ健康的で生き生きと、健康的で生き生きと自給自足していくみたいな。はい、はい、はい。もうこれに尽きるぞ、今回は。本当そうですね。ああはい、でたまにね、まあ、1年に2回か3回だけお客さん呼んであげてもいいわよみたいな。そうですね。はい。で、そう来てもらうときに、自分が今までやってた商売的なもんをそこでやってあげるみたいな。はいはい、そうです。本当そうですよね。だからあの、うちの奥さんは、やっぱり田舎行ってもやるからね、医療の仕事は。いや、だってネットで、だってインターネットで何でもできる時代じゃないですか、もう。回線、インターネットの線、回線1本通ってれば、だんだんできますよ、うん、本当に。まあ、時代が違う。だから、これ、ほら、医療問題、介護問題、年金問題、全部解決ですよ、これで。おっしゃる通りございますね。はい。そうやろ？はい、そうですね。何の不安もありませんみたいな。そうそうそう。何の不安もない、もうハッピーな状態ですよ。はい、まあ、あれじゃん。本当そうですよ。だからな、我々、本当見失ってるのがものすごいのかな。はい。なんでこれだけの自然、豊かな自然があるのに、そこに目をつけへんのってなるわけよな、結局は。まあ、そうですね。僕は通り尽くるんですよ。うん。本当そうっすね。俺ずっと見てるけど、もう自然には勝てないし、はい、自然の偉大さには。はい、自然と二人三脚で生きていかなあかんのよ、これ、どうやったって。神様がそう言うてるんですよ、もう。もうお前らええ加減にせえと。はい。もっと大事なもん見つめろと。うん、お前の目の前にあるやろと。本当ですね。見てるんやと。本当っすよね。うん。うん、そうでしょ？うん、お前の目の前に ただ無料であるやろと、自然は。本当ですね。それを無視して何を考えてんのよ、君たちは。みたいな話を神様も今回言ってると思う、これ。わかります。そういう結論の話やな、今回はな。そうですね。うん。だから、面白いよ。だから、俺らがこれ2年後でこれ、はい、終わります。最終回です。終わった後に、みんなで、私、新潟行ってますとか、私、どこどこ行ってますみたいなのがいっぱい出てくる。私のところ、トウモロコシあげますから、そっちのナスにくださいみたいな。はい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 。そんな感じの世界ちゃうから、次。そうですね。はい、いいと思います。はい。はい、愛ちゃんはいかがでしょうか。今日は、もう俺は俺からこの程度やけどな、もう。いや、でも自分もなんかの、まあ、これ、あくまで僕の定義ですよ。あくまで僕の定義ですけど、その結局やっぱり環境もそうだけど本当に何だろう、考え方一つで変わるよねって話ですよね。うん、だからな、うん、あらゆるそう、まあ日本の中で言うとあらゆる社会的な問題に挙げられてるやつってあるでしょ、うんうん、はい、うん、で僕が言ったような形にこれいやおうがなしにみんながなっていくんですよ、うん、みんなっていうわけじゃないけどそう気づいた人はな、でね、うん、なんでそういう流れ的にそうなるかって、さっき言った介護問題ですわ。はい、で、年金問題ね、はい。で、医療問題あったでしょ。はい、うん、で、あと、田舎の空き家問題っていうのもあるでしょ。はい、はい、ありますね。はい、で、そこは少子化問題ってあるでしょ。ありますね。はい、全部一発解決なんですよ、これやると。はい、わかる？
うん、わかります。言ってことは。うん、だから、そんなな、政治とか行政のそのばらまく金で何かを解決しようっていうのがもう無理なんすって、土台そんなこと、うん、だってそれは各、うん、届かないですよ、うん、だある程度人々がやっぱり東京一極とかに集中せんとある程度分散してな、うんうん、エネルギーも自分たちで作って自分たちで地産地消みたいな、ほんだらエネルギー問題もなくなるんですよもう、うん、要は一極に集中して送電線引いて一極に集中するからあんなこと起こるんですよ。だから、うん、要は火災震災来たら一番よう分かると思う。関東大震災なんか来てもうたらもう、うん、もうそれともチリチリバラバラになっていきますよ、はい、うん、だからやっぱある程度分散してな、はい、うん、自然的な生活を送っていくと、はい、いうことになるしか方法はないと思うんですよ今回な。そうですね、はい、うん、それになると思うわ、うん、ただそこには今までの人やったらインフラがとかな、うん、とか言うけどそんなどうにでもなるんですよ自分が作っていけば別に、はいはいはい、川の水引いてきただけの話やから、はいはいはい、だからそんなんも今までってほら行政に頼ってきたわけですよ、道路を作ってやってくれとか、うん、でそれも今回ちょっと一時的にも止まってしまうと思うから、ね、うん、自分らで全部やっていかなあかんと思うわ、そうですね、はい、仲間というかな、みんなで相談して、はい、みんなでちょっとこう土固めましょうとかはいそうですね、いつも僕言ったように縄文っぽいですよ、だから次は本当、うん、はい、何かに支配されてるとかいう感じじゃないですよ、もうなんかみんな横に並んでみんなで やろうよみたいな、はい、うん、そんなイメージの世界というか社会が出来上がるって感じちゃうかな次は。わかりました、 OK です、うん、はい、だからそんな感じかな、うん、うん、なんか偉そうに言うやつもおらんしへりくつ理屈こねますやつもおらんしはい、まあそういう人はそういう共同体に入ってこんと思うわ、もうそうですね、はい、うん、もう口だけの人いりませんみたいなクワ持って働いてくださいって、そんなこと口だけこねてんとみたいな。そうですね、はいはいはい、ね、いいですね、なんか偉そうにネクタイ締めてな、ネクタイ締めて、はい、紙持ってきてぐちゅぐちゅぐちゅ10年とあんた長靴履いてクワ持って手伝ってくださいみたいな話そうですね、そうですね、それができますね、そういう世界ですよ多分、はい、そういう世界でいいまあそんな感じですね、はい、わかりました、了解しました、はい、じゃあ今日は結論はということで、まあこれ本当みんなちょっとなんていうか先が見えてきたと思うで、だん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 これ動画ずっと続けていってるけどはい、はい、もう見えてきてると思うんですよ、あとはどう動くかだけの話になってくると思う、これわかりました、了解です、もう絶好のタイミング来てますからね、だから早く環境変えてくださいってからですね、はい、はい、じゃあそういうことで今日もこの辺で、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、どうもです、はい、さようなら、はい、さようなら。